また遅れやがって。おめえも早く準備しな。私たちの町ではヤギ節祭りに向けて普段から練習が行われている。踊り、お囃子、音頭、それぞれの演者が老若男女問わず教え教わり、ヤギ節の歌と振りはどれも世代を超えて今に受け継がれてきた。私もおじいちゃんに連れられて参加するようになったけど、今では毎年のお祭りが楽しみ。あら、今年はぴったりになったがね。お母さんも久しぶりに来たいわね。今更返してって言っても、もうこれは私のだからね。なつき、早くゼロを置いていくぞ。足利